テトラテマは1920年頃に活躍したイギリスの競争馬である。短距離で高成績を収め、2000ギニー、ジュライカップなどに優勝した。3区にも短距離での活躍場が多い。1929年イギリス、アイルランドチャンピオンサイヤー。テトラテマはその父ザ・テトラークの場所であったダーモット、マッカルモントが所有するバリーリンチ牧場で生まれた。 競争馬としてのテトラテマは、父の特性をよく、受け継ぎ、早熟性、快速性を兼ね備えていた。デビューした1919 19年は、シャンペーンステークスやミドルパークステークスなどを優勝し、50005勝の成績で2歳チャンピオンとなった。翌1920年は、初戦のグリーナムステークスで敗れたものの、ブックメーカーから最も高い評価を受けた20022を優勝した。 続く、ダービーステークスでもブックメーカーからは、オッさん、1と最も高い評価を受けたが、レース中盤で失速し、14着に敗れた。この敗戦により、テトラテマはステイヤーではないと評価されるようになり、その後さらに2000メートルのエクリプスステークスで5着に、敗れたことでスプリンターであるとする評価が定着した。その後テトラテマは百二十一年まで現役を、 続けたが、当時一流馬が多く出走した、セントレジャーステークスやゴールドカップといった長距離レースには出走せず、1200メートル以下の短距離レースにばかり出走した。このようなローテーションは、当時のイギリスにおいては、非常に珍しいものであった。競争馬引退後は、種ボバとなり、自身が生まれたバリーリンチ牧場につなぎをされた。3区には、テトラテマに似て、 短距離で高成績を収めた馬が多く、2400メートル以上のレースで目立つ成績を上げた者は一頭もいない。種ボバ成績は1928年から10年間連続してリーディングサイヤーの10位以内に位置し続けるという優れたもので、1929年にはリーディングサイヤーとなった。イギリスでは後継種ボバに恵まれず、その系統はサラブレッドのセフトや、 アングロアラブのスマノ大道を通じて日本で大きく繁栄した。テトラテマはサラブレット史上屈指の秀才と評されるほど理髪な馬と呼ばれ、レース中のペース配分はすべて自ら判断していたと言われる。そのレースぶりの多くは戦闘からやや離れたところを追走し、ゴールまで約300メートルの地点で抜け出しを図るというものであった。なお、 テトラテマは父ザテトラークと同じく足毛の馬体を持ち、割合としてはそれほど多くないが現代に足毛を伝えた一頭になった。産区には足毛でないものもいたため、遺伝子型はヘテロ接合型であると考えられている。メジロアサマやカラムーンはテトラテマの足毛遺伝子を受け継いでいる可能性がある。ありがとうございます。